外見がおしゃれすぎて入るのに少し勇気がいったけど、素敵なお店ね。私も初めてだからちょっとドキドキしちゃった。でも今日はぐんちゃんのお誕生日だから、ケーキの美味しいお店でお祝いしたくて。ありがとう。当日お二人で過ごせるだけでも十分なのに。ほらメニュー見て、美味しそうなケーキの写真がいっぱいだよ。どれがいいかな。そうね、どれも美味しそう。メニューの端にお誕生日の人にはチョコプレートにメッセージをサービスって書いてある。種類が多くて迷ってしまうわね。高島さんはどれにするの？ぐんちゃん、お誕生日のサービスに気づいてないみたいだね。そうだ、お手洗いに行くふりをしてこっそりチョコプレートを注文してこよう。お待たせしました、ケーキセットです。ありがとうございます。え、これは私からのメッセージ。ぐんちゃんに内緒で入れてもらったんだ。高島さん、お誕生日おめでとう。ずっと友達でいてね。これからもよろしく。大好きだよ。伝えたいことがありすぎてプレートが文字でいっぱいになっちゃった。素敵なお祝い本当にありがとう。もったいなくてなかなか食べられないわね。じゃあこのプレートを入れて二人で記念写真を撮るのはどう？いいわね。自撮りするからもっと近づいて。ほら、ぎゅー。じゃあ撮るね。3、2、1、ぐんちゃんハッピーバースデー。とっても素敵な写真。また一つ宝物が増えたわ。